って質問おかしくないですか。ラジオ前今からラジオ始まりますよ。ラジオやりますよ今から。精神統一。はい、ほんまに精神統一です。言ったらわかるでしょ。準備は前です。はい、やりましょう。5秒前。はい、始まりました。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。はい、どうも、クーター進化です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。もう6月ですね。6月だね。もう半年経とうとしてますね。半年経つね、うん、上半期も最後ってことで。そうだね。まあ2017年上半期もいろんなことあります。まず1月1日に年が明けて、明けたね。で1月2日は正月気分で、正月でまた1月3日も正月気分で、うん、でまた1月4日から、ね、1日ずつ振り返るの。はい、時間ないから巻いて巻いて、なんか月ごとに何があったでいい。ああなるほどね、うん、あ、まあ1月はお正月があって、お正月あったね。2月はバレンタインデーがあって、うん、で3月はホワイトデーがあって、ホワイトデーで4月はエイプリルフールがあって、そんな感じなの。5月もゴールデンウィークがあって違う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 、何何、なんかその月で起きた出来事とかを振り返らないと。出来事、社会的に何が起きたかみたいな。ああなるほどね。そういうことよ。1月は、うん、ミュージシャンの横山健の不倫が発覚して、うん、で2月は出家騒動で話題になった清水文香と、あとカナブーンの人が不倫が発覚して、で3月は渡辺謙の不倫が発覚して、4月はリップスライムのスーの不倫が発覚して、うん、不倫ばっかだなや。不倫ばっかさせん、発覚させんなお前は。で5月は昼顔の再放送で上戸彩と斎藤工が不倫してた。それは関係ないだろ昼顔は関係ないだろ今、うん、いや今月は誰が不倫するか楽しみだな。確かに。終わりましたよ。グーター進化の集まれワッター進化。あ、どうもこんばんは。こんばんは。始まりましたね。不倫の番組になりそうですね。なりそうですね。先週盛り上がったんでめっちゃ盛り上がったね。じゃあ今日も乗っけからやっちゃおうと。はい、どうもこんばんは。こんばんは、クータシンカです。よろしくお願いします。たくさん来てますね、ツイキャスも。ありがとうございます。中田猫さん、一八ユーミンさん、シンゴジラさん、ペーターさん、うん、ミクさん、うん、スーパーシュプリームさん、うん、こんばんは、どうもよろしくお願いします。お願いします。シンゴジラさんのツイキャスのコメントなんですけど、うん、なんか沖縄っぽいなって。顔が沖縄なんで。まあ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 。ネタが何がですかね。何がですかね。まあまあまあ、うん、沖縄っぽいでーす。はい、どうもよろしくお願いします。いや、沖縄っぽいっていうか沖縄なんか沖縄だなということで。沖縄ですね。やらさせていただいておりますけれどもね。雰囲気が沖縄っぽいじゃなくて。雰囲気沖縄っぽいか。沖縄だから一応。うん、すみません、ありがとうございますね。うん、まあ言うてますけど。はい、いえいえ。なんで関西弁なんですか。沖縄ですよ。沖縄ですからね。まあ一週間ぶりですけど、うん、なんかものすごく久しぶりな感じがします、ね。する。なんかな。なんでかな。てかさ、はい、思ったんだけど、お前話変わっても大丈夫？何何。来月ぐらいで1年ぐらいじゃない？ラジオ。ああそうですね。ね。FEC チューンド始まって来月で1周年。うん。続きましたね。続いたね、1年ね。当初はもう2週間ぐらいで終わるんじゃないかみたいな噂も噂も多方面からありましたけど、なんとか持ちこたえてまたね、1年ね。なりきりゲストっていうコーナーを覚えてますかね。あのめんどくさいやつ。みなとがわざわざ、はい、いちいち衣装を変えるのがめんどくさくて途中でフェードアウトしてやめていったあのコーナーですよね。はい、伝説の伝説のコーナーがあります。当時はあのコーナーが一番面白いって言われてたけど、めんどくさいからっていう理由でめんどくさいからなくなっちゃった。やめたあのコーナーですね、伝説の。懐かしいね。はいはい、そうなんですよ。はい、中田猫さん髪切りましたよね。みなと断髪しました。先週の木曜日に切りましたよ、学校終わりで。帽子かぶってても気づくんだね。気づきます、すごいね。でも俺も分かってたよ、切ったなって思った。うん、あ、でも髪切ったでしょって聞いたところで、うん、話は盛り上がらないさね。うん、切ったようで。大体。そう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 。はい、なんかね、うん、あれだから、うん、まあ、次の、うん、次のカットの時にまた
染めようかなって思ってるんで、ぜひともその時はね、見に来てください。誰がよ、誰が見に行く場合や。入場無料って となってますんで、ラップ巻いて、はい、染めてるところラップ巻いて、やって誰が見る場、はい、スーパーシュプリームさん、菅野美穂とプリンが食いたい、いや不倫がしたいということで、はい、あ、そうですか。いやでもプリンも食べたいよ俺は、菅野美穂と。いいね、菅野美穂とプリンいいね。いいですよね。いや菅野美穂美人だもんね。不倫って確かにね、いい響きではありますね。どこがよ。不倫、不倫いい響きではないだろ、うん、別に全然ほど遠いですけど。このワード僕らからしたら結婚すらしてないから、ね、そうですよね、うん、ということ ですけども、まあ、はい、今週も、まあ、1時間、うん、ゆっくりと、ね、ゆっくりと不倫について。違う違う、もう今週もっていうのがおかしいから、はい、不倫、不倫FM 技能の不倫っていう番組ですけども。違う違う違う、この番組違う、クーター進化の集まれワッター進化ね。集まれワッター進化でした。集まれワッター進化です。そうですよね。お願いします、はい、まあ今週も3つほどコーナーやりますけれども、うん、いつも通りに、いつも通りにやりますけどね。もう先週と全く同じです。全く同じ、もう内容も一緒です。内容も全く同じ、内容も先週と全く同じことやるんで。やらんよや、はい、毎週毎週それでね、お決まりのパターンで、お決まりパターンあります、やらさせていただいてるんですけど。お願いします。金曜日にね、今週の、うん、FEC の、うん、このフリーライブというかね、ショーケースライブがあるんですよ、うん、メインプレイスね、那覇メインプレイスで、で5時半から、うん、まあいろいろやるんですよね。そう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 、このなんていうかラジオ収録だったり、公開収録が、公開ラジオ収録と、あと僕らは FEC はね、うん、クワッチーノイズって音楽授業もやってるんで、そう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 、その音楽授業の音楽ライブも、うん、ライブもありますので、あります。まあもちろん我々ハイアップロー、うん、そして今話題の五役栄翔先生ね、さらに大金のぞみ with DJ レイコ。もう総動員で、なんかでもデコボコトラベリングと KY デンジャラスが、うん、はい、12万払い終わらない限りできないって言ってましたね。ああ、これはあれですよね、某 FM 沖縄の某いらね、某ラジダブっていう番組がありまして、めんどくさいな、まあ、はっきりは言えないですけど。はっきり言ってるから。それのね、企画で、そう、企画で罰ゲームみたいな。まあもしかしたら僕ら2人だけの、ね、だけの出演っていうハイアップローとして、クーター進化しか出ないっていう事態もまああり得るという。もし足りなかったら、うん、俺水商売します。いやもうそれはもう間違いなくそうですよ。そうなりますよ、はい、いや金曜日にね、本当に5時半から夜の、夜中の3時ぐらいまでやるのかな、うん、いやそんなやらないよ。どんだけやろうとしてるもん。やらないか、お祭りすぎるでしょ、まこのプログラムとしては5時半からで、クワッチーノイズの音楽ライブは夜の7時から、うん、まあ、ラジオの公開収録も、3つほどやるのかな、やりますよ、うん、ね、五役栄翔アワー、あの KY デンジャラスプロデュース五役栄翔アワーと、うん、ドラゴンエマニエルのミソニエル、うん、そしてゴリラコーポレーションのピープルウェーブ、はあ、3番組の公開収録、後にまた音楽ライブもあるので、ラジオカーが来たりだとかもありますよね。いろいろね、その日一日はもういろんなメディアで大盛り上がりというか、ね、すごいので、そんな一日だと思います。僕もね、金曜日は、うん、日本史概論、休みますんで、もうね、講義を休んで、僕はこのライブのためにメインプレイスに入るので、頑張りますので、はい、もうぜひとも、僕の出席を取ってくれるっていう方、はい、お待ちしてます。代わりに。はい、仕事なので、仕事ですね、うん、タマさんこんばんは、こんばんは、よろしくお願いします、ね、はい、堀川くん、はい、明日テストじゃね、龍大ね、明日テストなんですよ、ね、テストね、中間テスト。きついよね、堀川隣座って答え見せてね、うん、臨機応変さが問われますから大学生になってくる。お願いします。カンニングなんてダメとかさ、うん、高校中学の先生は言うでしょ、うん、でもね違います、大学は、大学は、ね、臨機応変さです、バレないようにやる、いかに臨機応変にこう対応して自分、もう自分の責任になってきますから、どうでもよくなってくるんですよね。ルールなんて社会の、いやでも本当に、うん、テストも、まあ、大学生も頑張りつつ ね、はい、そうですね、芸人も頑張ってね、はい、アイドルも頑張って、あとゲイも頑張って、ゲイもゲイも頑張ってね、はい、そうですよね、ゲイってそのゲイですよね、ゲイごとのゲイです、ね、あ、そうですね、はい、よかったよかった、違いますよ。不倫につられていろいろおかしく、俺のあれが、同性愛と不倫につられるのはちょっとよくないと思うんですけど、ね、はい、まあじゃあ CM を挟んで早速最初のコーナーに行きたいと思いますので、行きましょう、ぜひとも皆さん時間が許す限りお付き合いください。それでは行きましょう、 CM です。
全然5時ぐらいからスタンバイしてもらうといいんですかね。うん、はい、早くて5時とか。早くて5時。じゃどうしようかな、曲を。バンプオブチキンのアルエ、アルエ、アルエってカタカナで、ガラス2回とかしますねみたいな。そうそうそう、アルエがあれば。はい、あ、一週間ある、ありますよ。あ、もう始まりますね。5秒前、はい、もううまい。集まれ、ワッタ進化。はい、じゃあでは行きましょうね。最初のコーナーは俺たちの1週間。このコーナーは先週の放送終了後から今日の放送開始までの1週間、我々にどんなことがあったのかをニュース形式で報告するコーナーです。ということで、じゃあ、yes. 勝利の1週間、はい、まあなんもないか。あるわ頑張って生きてきたわ。流大生でしょ流大生なめんなお前。流大生もこれは日々ほいろんな経験をね積みながら頑張ってますよ。ありますかありますよ。ではじゃあお願いしますいいですか、はい、最初のニュースです、はい、先日荒垣氏は iPhone6 から iPhone SE に機種変しました。おほら、あ、一緒ですね。ね、一緒一緒です。はいはいはい、 SE、今まで大きめの6から小さめの SE に変えてしまったので文字が打ちにくいです、はいはい、ああ、とてもね、とても打ちにくい。大きいのに慣れるとってことよね。そう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 。あのね、僕は 5S から SE なので、うん、サイズは変わらないから。あ、そうなんだ。そうそうそう、大きい iPhone はまだないな。あ、うん、なるほどね、うん、iPhone6 からおい急に下ネタぶっ込むなお前。 iPhone SE っていうことで X を抜いたってことで、要はえ、そういうことじゃないだろ。あ、違うんすか全然違うから 6S ですか6S でしょ。違う違う、6S それ言うの。6S いや関係ないだろ、はい、本当やめてください、ね、やめましょうねえ、でも SE 慣れたらやばいよ。でも本当に嬉しいのが、うん、6は上まで手が届かなかったんですよ、うん、親指が上まで手が届かないってこの画面が大きいので、はい、親指が画面っていうのはこれ一番上の体の何に違う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 、なんで体の何かに例えないといけないの。 iPhone おかしいだろ、上の方届かない、手が届かない、届かないっていうのは何の最中にどの何をしてるの。もういいよや、申し訳ないです。もういいよ、すいません、俺処理しきれないからさ。あ、そっか、処理下ネタ NG だもん。難しいんだよね、下ネタ。まだもうちょいワイド覚えてから ね頑張ります。お笑い芸人で下ネタ NG って世界中どこ探しても多分勝利だと思う、ね、そうなのかな。それはそれで面白いなと思うので全然いいと思うんですけどね。はい、じゃあではじゃあ次の次のニュースいいですか。お願いします。先日荒垣氏の弟が、はい、俺たち名字が荒垣で、あーで始まるから、はいはいはい、絶対一番になるよね、出席番号、はいはいはい、なるほどね、と言っていたのに対し、はいはい、荒垣氏の母親が、うん、だよね、先頭の一番前嫌だよねと、先頭はすでに一番前であるのにさらに前にするという謎のあなるほど、ね、発言をいたしました。なかなかのアホですね相変わらずです相変わらずですね。相変わらず可愛い。先頭の一番前嫌だよね先頭は一番前だけどねねえうん、何なんですかね。天然だね、相変わらず。殴ります。なんでなんで殴れないで大丈夫ですか。余計ポーンってなる余計あ、そっかってならないからですならないでしょ先頭一番あ、でもあれだよね、うん、新教順とかに並ばされなかった。あーっとね、ちっちゃい時はね、ね、なんだっけ、小知恵、小知恵小学校とか幼稚園はどことどこのどこですか小知恵っていうのはちょっと分かりかねますけれども、まあ、カエルの子はカエルなのでいえいえ自分で言う天然の子は天然っていうこと。いえいえ幼稚園とか小学校はね、なあ、そうだね、順だったよね。そうだよね。いつからか番号順に並び始めたのか。そうそうそう、まあ、でもあさとには勝てないんだよ、あさと。あ、名字があさとには、あさと何々くんみたいな。そう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 、はいはい、荒垣だから、098的なね、はい分からん分からん。はい、じゃあ何ですか098的な。僕のニュースいこうかな港のニュース聞かせてください。いきたいと思います。はいよ、ニュースをお伝えします、はい、先日山城港氏がヤギ汁を人生で初めて食べました。お、飲んだ後の締めにと、ヤギ汁を食べ、うん、山城氏はヤギって人によってはダメって聞いたから食べるときは少し怖かったけど全然美味しいと公表し、たらいらげました。たらいたらいたらいが落ちてきました
タライが落ちてきました。ヤギ汁食べたらタライが落ちてきました。後日山城氏はまたヤギが食べたいと夕飯に食堂へヤギを食べに行きましたが、食事の途中でお腹に違和感を覚え、あ、俺飲んだ後じゃないとヤギは美味しく食べれないんだと悟った模様です。そうなんだ、はい、飲むとなんか変わるのかな、わかんないですけど、まあいろいろと麻痺するので。でもヤギを持ってるほど癖は感じなかったですね、うん、まあ、あ、そうなんだ、ある程度癖はありますけど全然美味しかったですよ。俺はでもちょい苦手よ。食べたことある、うん、あ、本当？食べたことあるけどちょい苦手。若干まあ他の肉と比べたら癖はあるのかな。あ、うん、刺身で食べたのか俺は。あ、刺身はまだない。刺身も食べてみたいけどね。刺身が癖強かったのかな、うん、あ、いいですね。ちょっと肉ってさ、うん、何肉食べたことある？熊とかある？あ、熊はない。え、あるの？ない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 。熊でも食えるらしいね。うん、あ、それ分からなかった。熊食いたい。ね、うん、俺が食べたことあるのは犬と犬チャイニーズお前あ、ごめん、間違えた。チャイニーズ、あ、間違えた、びっくりした。豚だ。豚かい。豚というの間違えない。豚、鶏、牛はまあね、ママもね、当たり前だけ だけど羊と、あと羊あるある、ジンギスカン。あ、羊とヤギ。あ、ヤギ。俺が食べたことあんの。ウサギとかも食えるらしいよね。マジで？カエルとか。あ、カエルはね。はいはい、うん、あ、あ、ワニもあるよ。ワニ？ワニ。ワニ美味しい？全然ダメだった。アファイとってもなんか漬けんと美味しくないんですよ。あ、なんか、うん、このゴーパチ沿いのイバノっていうお店わかります？あ、わかんない。なんかどこら辺？天下一品の隣にあるんですけど、はい、裏添えの。あー、ないな、行ったことない。あるんですけど、そこにウサギの肉とか売ってるらしいですよ、ね、へー、うん、ウサギか。ウサギとか食べたことあります？あ、ない。ウサギとか、食べたことあるの？スーパーシュプリームさんは。へー、カエルも美味しいねんでや。カエルはササミみたいな感じですよね。はー、うん、ないな。はー、ちょっと食べてみたいですね、うん、ヤギの睾丸が美味しいらしいです。ああ、金玉ね。言うんだ、ヤギの。金玉ってはっきり言うんだ。ヤギの金玉が美味しい。金玉って言わないで睾丸って言ってるんだから。ああ、せっかく、はいはい、お願いします。ではじゃあ続いてのニュースです、はい、先日山城港氏が南部の小さな森林地帯に入り、クモの巣が多いことから怒り心頭で森林から出てきました。南部はクモの巣が多かった。ちょっとね、なんていうんですか、茂み、まあ、早原町の茂みというか。何しに行ったの？ハエバル文化センターがあるじゃないですか。ああ、あります、あります。で、陸軍病院跡地があってちょっと見学しに行きたいなと思って。ああ、ちょっと気になるよね。勉強の一環でね、うん、行ってきたんですけど、道中ものすごいこう森林というか、へえ、茂みに入るんですけど、クモの巣が多くてよ。ああ、そうなんだ。わしわししてるんですか。もうさ、歩いてるもこっちとかね、もう頭のすぐそばとかにも死に大きい巣が張られてて嫌だよね、触った感覚というか、なんかもう引っかかった時、何が嫌ってた、クモがくっついてきたら嫌さ。あー、嫌だね、うん、確かに。もうちょっとそれ考えたらもう身震いがもう止まらなくても。その陸軍は良かった。ああ、もうでもやっぱりね、やっぱ沖縄の歴史を物語るものですから、うん、それはもう勉強になりましたね。ちょっと気になるね、はい、まあもう6月ってもう異例の、そうですね、異例の日もあるし、うん、近いから、まあ、シーズン的にはね、そういうね、いろいろこの沖縄戦に関することだったりとかも、そうだね、勉強する機会にはぴったりの催し物も、催し物っていうかね、うん、展示会とかもあったりするんでね、いろんなところで。ああ、そっか、うん、もうこの機会にぜひともなんか触れ合うことは大事だと思いますので、うん、ね、みんな触れ合ってね、はい、そうですね、ちょっと勉強になりましたけど、うん、ああ、いいな。以上ですかね、1週間は。ああ、はい、まあ、リスナーさんというかこのツイキャスをご覧になってる方々も、うん、1週間こういう出来事があったよとかね、何曜日にどこどこ行ったとか、どんなことでもいいので聞きたいよ。ぜひあればコメントください、うん、紹介しますので、我々はよろしくお願いしますね。聞きたいので、ギマさん、クーター進化お疲れ様ということで、ありがとうございますね。お疲れ様です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中田猫さん、ぜひ行ってみてください、陸軍病院跡。ものすごくなんていうんですかね、当時をちょっと再現した場所とかもあったりして、いいですよ、うん、いいですよ。ってかなんか勉強になりますね。あ、こんなこと、こんなところでこんなことしてたんだなとか。あ、当時の、うん、歴史もあるし。やっぱそうなんだ、うん、ちょっとね、気になるね。ただまあ、クモの巣がありますけどね。クモの巣も楽しみ。クモの巣に気をつけながらってことで。、はい、今週の不倫予報。なんすか、今週の不倫予報って。ちょっとそんな天気みたいに言われたわからないですけど、まあ大人は大人じゃないですかね。大体、はい、大人がいろいろやってるんじゃないかな、ね、あるんですかね。他になんか1週間あったりしました？それこそなんか
大学テスト系って先週からやったりしてんの？先週からね、今週から始まりまして。なるほど。今日もテストあったの？今日もテスト、今日はなかった。今日はなかった、ね、明日と、うん、木曜日がテストありますね。俺なんか水曜日になんかあったかな。あ、そうだね。今日あの百味ビーンズっていうのを、食べまして。はいはいはい、あのハリーポッターの。そう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 、いろんな味がある。あのお土産で定番ですよね。そう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 、僕は石鹸味を、うん、あー、はいはいはい。どんな味なの？もう石鹸なの？そう、あの洗剤に近いから、ジョイみたいな。苦いなんか、苦い。あ、苦味あるんだ、うん、ちゃんと忠実だね。そう、ずっとジョイ。ジョイ、ずっとジョイよ。心の中じゃなくて、ハーフ、ハーフのタレントですよ。違う違う違う、ハーフモデルのジョイじゃなくて、あ、違います。あの食器洗うジョイね、はい、鼻くそ味とか耳くそ味もまずいみたいですね。食べたことないですね。俺美味しいのしか食べたことないです。ゲロ味もあります。あ、もうなんなん、どんなゲロ味、誰の監修であんなの作るわ。意味わからんやつ。今日面白かったのが、この自分の先生、土壌の先生なんですけど。道場？土壌、あの土、ああ、はいはい、研究をする先生なんですけど、はい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 、あの土味っていうのがあって、これ百味ビーンズ、百味ビーンズにあるんだ。そうそう、土味を食べさせたら、うんうん、おー、なんかなんて言ってたか忘れたけど、うん、なんか専門用語でなんか、あ、何々が何々を分解した時の味がするなみたいな。違うだろ。何がおかしいって。何々が何々を分解した味なんでわかるわ。食ったことあるわみたいな。本当に面白かった。教授だな。そういうとこ教授だな。めっちゃ教授だったね。びっくりしたね。留大生もみんな土食べてるんだよね。食べてないよ。農学部の主食って土でしょ。違う違う違う、学食あるから。ちゃんとある、学食食べてるよ、ちゃんと。ご飯に土かけてて。どんなよ。違うんすか。全然違うから。でも食べたことある。土、砂はある。これは幼稚園の時。なんだ。ちょっと美味しいもん。好奇心やし。勉強的ななんかあれじゃないのかなと思ったら、お前塩味でちょっと美味しいんだもん。美味しくないだろ。ちょっとも美味しくないだろ、砂って。お前ゴリゴリしてるだけだろ。ただただ、なんなら鼻くそも食ってたけどね、小学校、幼稚園、幼稚園ぐらいの時に。俺もアリは食べてた。アリ食ってたの、うん。アリは苦いでしょう。酸っぱいのか。あ、酸っぱいはず。偽酸で酸っぱいらしいよね。パッてなんかなったイメージがある、うん。ティッシュは俺ない。食べたことない。ティッシュね。食べたことある。鼻セレブが甘いんですよ。あー、わかるわかる。ちょっと味がある。ティッシュはわかる。そうそうそう。ティッシュってだって飲み込める、紙って。俺飲み込めんな。飲み込めはしない。舐めたことあるけど。食べたことはない。うん。なんでちょっと中田猫さんが砂かけババーってコメントしたのかちょっと分からないですけど。いいじゃん、砂食べたからっていう。砂食べたからかな。スーパーシュプリームさん、 USJ に行ったらバタービール飲んで最高に後悔するから。飲んだ、俺飲んだよ。バタービールとアルコール？うん、全然違う。甘い、うん、お湯みたいな。めちゃくちゃ、甘いお湯みたいな。全然美味しくない、やばいよ。あ、興味あるな。うん、で一応でも絶対飲んじゃうではあるだろうなっていう感じかな。そんな感じか。そんな感じ。なるほど、ね、もう明日からじゃあもう中間テストか。そうそうですね、明日が中間テスト始まっちゃうみたいな。そうなんですよね、もう本当にね、もうきついね、テストね。うん、テストね。港なんかも多分中間テストあるでしょ。なんか先週行ってた覚えがあるな。なんと民族学3の先生がなんか行ってた気がする。難しい難しい、シニアやさ、全然理解できないよ、授業名が。もういいんじゃないテストって。テストとかいいよねって。本当に本当に、でもそんなので人のこの力量試すなんてね。それは本当に思うな。もっとあるよな、絶対。絶対もっとあると思う。俺は、うん、一番おすすめっていうか、うん、あれしてるのは、はい、毎時間テスト。あ、おすすめというか、はいはい、これをしてほしい。なるほどね。これの方が頭入るんじゃん、逆にね。うん、思うけど。変にっていうか、まあ授業も当たり前のように真面目になるもんね。そうそうそう、授業聞くし。そうなんですよ。そうだったらもうね、何なの俺、俺中学高校から思ってたのが、うん、何月何日テストって言うんじゃなくて、うん、いきなりテストを始めてほしいなって思ったね。おー、あー、なるほどね。はい、じゃあ今日テストやろうかみたいな。はい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 、とはなるよみんな。あー、でもいつ来るかわからないっていうのがあるから、みんな集中するよね。うん、あ、それこそ効率良くなるんじゃないかなっ
はい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 、それこそあれでしょ、だってテストって一夜漬けだったり、もう瞬間瞬間だけ飲み込ます、そう短期記憶になっちゃう。俺もだってそういう人間だったからさ、うん、誤解忘れないと人間は完全に覚えないらしいですよ。誤解？誤解。俺勝利のこと一回も忘れないで覚えきれてよ。あ嬉しい。あ勝利で、あれ勝利だよな。中学生の時に、うん、港が初めて絡んできたのは、うん、お前カバンでかくないって。カバンちっちゃくないじゃん。あ、カバンちっちゃくないか。お前カバンちっちゃくないみたいな絡みを覚えてないわけよ。お前たまに話すさ俺に。そう初めて喋りかけてきた時みたいな。お前カバンちっちゃくないみたいな。俺が？そうそう。俺に話しかけてきて。でも俺はあの時は陰キャラだったから。帰ったけどね。なんだば。カバンちっちゃくないって俺が。カバンちっちゃくない。いきなり？そう。第一声最初の絡みがそうどういう流れだったのかちょっと分かんないなんで分かんないけどね。あ、そっか。いろんなあれがありますけど、はいはい、面白いね。スーパーシュプリームさん、はいはい、抜き打ちやられると、大変頼んでいたら試験受けられへんやん。あーあー、代わりの出席というか、行けちゃんと。なんだばい。なんなのお前。代替するなよ。そんなして言うな。ふざけるなよ。そんなして言うな。たまにやっちゃうから。もう俺も毎週やってる。毎週やってるばい。なんなんすかね。ラジオみたいに。なんかな。うん、うん、あでもやるときはあったりなかったりだね。でもうんやっちゃう。でもそれはしょうがない。ねえ本当にこのラジオをね教授が聞いてないことを祈りますよ。本当よろしくお願いします。はい、それは。聞いててもこの気持ち分かって？分かって本当に、うん、はい。じゃあ曲いきましょうかね。大学生っぽいな俺ら。曲大丈夫ですか？ありました。ではじゃあここで1曲お送りしたいと思います。はい。まあ大学といえば、うん、大学といえばこの曲かな。ほ、うん、バンプオブチキンであるウェイ。関係ないだろ。来週文献2つ発表せんといけんわ。山目さんは留大生？お前じゃないだろ。はい。山本さん留大生ですね。山本さん、お前じゃないだろう。文献2つ発表するのは、別の男の子が本当に発表の日に限っておじいちゃんが亡くなったりとか、あそうなんか事故ったりとかしちゃうんで、はい、それでその子がね、嘘ってこと？分からないけど、分からないよ。そう、分からないけど。じゃあ山根くんは嘘ついてるの？山根くんは嘘ついてる。おい、山根！山根みたいに言うなよ。山根！おい、山根みたいに言うなって。おい、嘘つくな。山根！山根みたいに言うな。ほんとに頼みますよ、山根。頼みますよ、山根。ここで、じゃあラジオが来てますね。あ、ラジオじゃない。メールですね。メールが来ないんだろ。メールをね、はい、どうぞどうぞ。お笑い大好き高校生さん、はい、先週の月曜日から現場実習が始まってます。お、今週の金曜日まで実習です。お二人は高校時代現場実習ありましたか？これはインターンシップ的なってこと？職場体験的なやつかな。俺も気になってる。気になるの。それ高校の時はね、幼稚園行きましたね。めっちゃいいな。僕は俺保育園行きたかったんだけど、うん、女の子ばっかりだったからやめて。童貞かよ。当たり前だろ。で、どこ行ったの？首里城。ただただ観光しに行った。違うよ。首里城のお手伝いをね、はい、してるんで、はい、だから首里のことで聞きたいことあったら聞いてください。いや、分からないだろ。それだけで分からないだろ。詳しいですよ。あのね、あそこのあの場所は、あの、いろいろ出るとかね、虫が多いとかね。いやいや、歴史的なこと知りたい僕ね。実習が終わったらハイアップロのライブ行きますということで。ありがとう。お待ちしてますよ。よろしくお願いしますね、うん、はいはい。いやでも文献の発表とかってきついよね。それはそれでまたテストとは違った緊張感だったり。そう、俺そっちの方が嫌いなんだよな。あ、そうなんだ。レポートとか。レポートの方がいい。俺もレポートがいいな。レポートがいいよね、うん、レポートってだってもう自分主体でしょ。そうだってレポートは頑張れば絶対単位はあるわけじゃないですか、ね、レポートがいいよ。テストはって分かんないよ、うん、落ちることもあるし。山根もういいよ。もういいだろ。山根くんは男の子。男の子ね。あ、ありがとうございますね、うん、そっか、もうそんな時期か。中間テストとかってあんのか。もうやだね。やだね、本当に。7月はだってもう最終的なあれでしょ。そう。あースーパーシュプリームさん、コンパね、一回もないっすよ。
一回もない。ある？ない。誘われたりとかもない。俺誘われたりもない。あー、周りに、もう俺、周りがやってない。意外とね、やらないんす。意外とやってないと思いますよ、コンパとかみたいな。本当に俺聞かないもん。やりたい、誘われたことはある。あるんだ。でも2回ぐらいある。ない、全然ない。うん、本当にないな。行ったことはないな。逆になんかあの、なんかもうコンパとか合コンって、うん、これ身近に感じないですよね。逆に大学生って言えばみたいなイメージあったけど ね結構当たり前のようにやってんのかなと思ったけど、うん、全然全くって言っていいほどないな。ね、自分なんて嫁子供がいたのにコンパしてる。なるほどね。これは不倫に絡んでくるんでしょうか。どうなんですかね。その後は気になりますけどですね。はいはい。ないなぁ。FEC メンバーでもないですよ。全く話聞かない。ねえ、聞かない。KY とかデコボコとかもやってないと思うんですよ。うん。本当に聞かないですから。やってない。意外となんか逆に恥ずかしいぐらいですよ。だから。コンパ。コンパとかやってないって、やってない、誘いもないって、ね、やってみたいでしょ、ね、逆に、うん、お見合いみたいなもんでしょ。でもお見合い、まあ意見交換会意見交換会なんかそういう風に言うと硬いなイメージが、うん、なんとか様も多分意見交換会で、ね、ご結婚なされてますよね。ご結婚、ご結婚、ご結婚されてますよね。なんとかさん、なんとかさん、なんとか様、なんとか様ね。あの皇族の。いいやめましょう。そこまでしょ。さすがにね。やめましょう。違います。FM ギノワンの綺麗なパーソナリティのお姉様としたら、いるんすか。いないだろ。いないんだ。失礼しました。あのいます。パーソナリティの方って結構。あ、人はいっぱいいますよ。ああ、うん、そうなんですか。人はね、人はね、人は、うなみのさんの言うと人はいっぱいいるけど、必ずしもみんな美人とは限らないですから。うなみのさん言うとおりです。どうも、沖縄国際大学の山城湊です。どうも、琉球大学の荒垣勝利です。クーター進化です。クーター進化の集まれワッター進化。続いてのコーナーは、俺たちは大きくなった。このコーナーは、うん、去年二十歳になった二人が大人になっていく上で俺も大きくなったなというエピソードを紹介するコーナーです。はい、そうですね。はいよ。タマさん、はい、まあ、コンパの話ですけどね、うん、あの二人が来るとモテちゃうからみんな誘わないんだと思います。まあそれはあるでしょうね。いや、yeah. それしか俺も本当理由が見当たらない図が高いな、うんね、やばいな。大人エピソードですけど、こいつやばいね。ありますか。俺ありますよ。いいですか。ごめん、なんですか、この催促の仕方なんですか。いいですよ、別に。俺ありますよ、いいですか、じゃなくて。普通に入って何年選手ですか。すいません。いいです、大丈夫ですよ。最近、久しぶりにこう昔見てたアニメを見るようになったんですけど。あー、なるほどね。いまだに笑えるね。あー、クレヨンしんちゃんとかさ。あー、はいはいはい、面白そうだ、ね、面白いんだよね、結構。うん、うん、面白かった。でも結局そうだよね、うん、子供の時に好きだったものって今も好きだよね。面白い、うん、あのヘロヘロくんって覚えてる。鼻水垂らしてハゲチャビリンのヘロヘロくん、わかるかな、みんな。なんなんなん、ヘロヘロくんっていうギャグ漫画、うん、みたいなのがあったんですけど、コロコロコミックあたりに載ってる。ヘロヘロくんわからん。ちっちゃい時に泣くぐらい笑って、それで、本当にギャグ漫画ってギャグ漫画って何ねん。一番なんかギャグ漫画といえばこれでしょって、ギャグ漫画何。俺もう完全に浦安鉄筋家族なんだ。だよね、だよね、みんなそうだと思うんだけど。あー、ボボ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 。俺恥ずかしながら、うん、デンジャラスじいさんの。あいや、わかるわかるわかる。あ、わかる。あれ、クソ面白かった。面白いよな、めっちゃ。俺はね、あれ、でも、本当に、うん、デンジャラスじいさん今読んだらクソつまらんぞ。本当に一応俺もビビった。ザ小学生向けあるビビった、うん、鼻クソで自転車買うみたいなエピソードがあったんだけど。びっくりした。俺あれで笑ってたんだみたいな感じで。あ、でも未だに面白いなって思うのが、うん、電池買いに行くって言って、デンジャラスじいさん、電池電池って言いながら、うん、お店について電池電池電池って言って、う
お買い物ですかって店員に言われて、うんって言って、うんちくださいって言って。あ、面白いな。今、このうんっていう返事でうんちになる。あ、面白いな。店員がはーってなって、あ、面白い。いや、うんちくださいってずっと言って、分かった、寝ろって言って、デンジャラじいさん寝かして、うん、顔の前にお尻向けて、思いっきりうんちするって。これは、俺は面白かったね、これは。あ、面白いね。これは今でも面白いなと思う。あ、面白い、面白い。うん、はいはい、いや、デンジャラスジュースさん確かに、うん、逆漫画日和ってわかる？逆漫画日和聞いたことあるんだけど、ジャンプ系なんだけどね、これ。逆漫画日和とかも面白いっすよ。面白いらしいよね。めっちゃ面白い。ちょっと読んでみたいなって思うんだけども。本当に面白い。逆漫画いいですね。はい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 、はいはい、渡るがピュンは。あー、読んだことない。逆ですか、あれは。読んだことない。野球漫画かな、なんか。渡るがピュン、あれも、うん、沖縄の人が言ってるね。ですよね、うん。あと、世紀末リーダー伝たけしも面白いっす。逆漫画、トリコの、あ、島袋美里さんが書いてる漫画ですけど。面白そう。あれも面白いですよ。へぇ、すごいね、ギャグ漫画。ギャグ漫画は確かに読んできたね。ボボボボボボボ見てた？俺見てなかったんだけど。あの、鼻毛で戦うアフロですよね。所天之助とかいるよね。わからないな。名前だけしかわからない。あー、そんなやついるんだ、うん、へ、あれもギャグ漫画なんだね。らしいね。見たことないな。リータケって何？ん？あら、リーダーたけし。あー、うん、あ、リータケって略すんだ。世紀末リーダーゲン。あとは銀魂も逆漫画。あ、ね、最初らへんなんかそうだったらしいよね。だからだんだん銀魂も俺は読んだことない。漫画家でも基本苦手なんですよね。ギャグ漫画見よりはでも好き。あ、そうなんだ。たまに買って読みますね。ちょっと読んでみようかな。面白いですよ、あれも。うーん、面白い。ウレアス鉄筋家族は俺唯一、もう本当に最初の一巻から今は最近のまで全部揃えてます。あ、そうなんだ。浦安鉄筋家族だけ。へぇ、3シリーズぐらいに今渡ってるんですけど、はあはあ、浦安鉄筋家族、元祖浦安鉄筋家族、毎度浦安鉄筋家族って今もう、へぇ、なぜか3シリーズに渡ってるんですけど、うん、全部持ってます。はぁ、あ、すごいね。あー、もう本当に面白いですね。はぁ、あ、ちょっと読んでみます。浦安はやばい。へぇ、ちょっとじゃあ僕の大人エピソード。あー、聞く聞く。あのね、缶ビールをたまに飲むんですけど、うん、缶ビール開けた時やっぱ、あ、大人だなって、なんか最近ふと、でも俺ビールが飲めないんですよね。あのさ、うん、ドライブしながら、うん、あのアルコールゼロのビールとかも飲むよ。へぇ、そんなに。昨日ちょっと飲みながら運転したんですけど、うん、美味しかったですね、ゼロも。あ、俺飲めないだよな、ビール。普通のビールが飲めない。普通のビールなんか美味しくない？やっぱり。あ、まあ、でも最初はね。うん。なんか急に来る。ピーチソーダが美味しい。女子かよ。なんだばや、マジで。カシスオレンジが美味しい。女子かよ、お前。俺が一番好きなお酒何かよ、お前。わかる？お前が一番好きなお酒何よ。カルアミルク。カルアミルク、うん、女子かよ。大好き。なんだばや。本当に美味しい。ココアみたいな。あ、もう美味しいです。カフェオレみたいなの。美味しいよね、あれ、ね。美味しい。すぐ酔っちゃう。すぐ酔っちゃうじゃないよ。あとハイボールも好きです。ハイボールも飲めない。めちゃくちゃ好き。苦い苦い。ハイボールもね、なんかお酒って感じの味さ、あれ。うん、グッとくるのが。あと焼酎も黒霧島っていうのだけ飲んだことあるんですけど、黒霧島はもう定番だと思うんですけど。へえ、黒霧島は美味しいですね。教えてみんな。泡盛も基本全部飲めます。マジで、うん、やる。むしろあの俺チューハイ系の方が飲めない。あ、そうなの。怖い、なんか。へぇ、うん、コーラーハイボールは飲んだことないっすね。あ、美味しいのかな。ジンジャーハイボールしかない。ジンジャーハイボールか普通のハイボール。へぇ、ジンジャーハイボールは美味しい。甘い。あ、ジンジャーハイボールは飲めるよ、絶対。あ、ほんとに飲める、飲める。あ、よっしゃ。ジンジャーハイボールと、うん、へぇ、そうですね。お酒か。お酒は、お酒さ、だから今飲み始めるから、うん、スーパーとかでお酒見るのデージ楽しい。え、ほんとに。うわ、これ美味しいのかなとか。素通り。俺だってカップ麺見てる方が楽しいもん。小6で卒業した。カップ麺見て楽しいのは俺小6で卒業した。本当に。うん、ビッグワンが最強なんだよ、カップ麺。あ、そうなの。そう、カップ麺いろんな種類あって、これ食べてみたいみたいな。カップ麺は結構好きだね。俺も。気になるのはあるよね。あるあるある。いろんなのあるよね、意外とね。そう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 。じゃあここで僕が大好きなミュージシャン、河本ひろとの、うん、名言をちょっと一つ言いたいんですけど。聞かして聞かして。ちょっと忘れました。は？なんだか。なんでこれ？カップ麺みたいな。今の何？カップ麺みたいな。
なんか名言があるんだね、うん、なんか言ってましたよね。なんか世界一売れてるのがなんとかだったら、じゃあ世界なんてかな、忘れましたね。惜しいね。カップ麺の下りのところ覚えてるけど、うん、何々が何々ならっていうところだけ忘れました。なんてかな。あ、そうなんだ、うん、世界なんだったかマジで、うん、売れてる、なんか売れてる音楽がなんとかだったら、世界で一番人気のラーメンはカップ麺だよみたいな、売れてるラーメンはカップ麺だよみたい な何か何もかも売れてるのが一番っていうわけではないよみたいな感じの、めっちゃいいこと言ってたんですけど、ちょっとすみません忘れました、ね、忘れたみたいですね、うん、はい。まあこの辺ですかね。そうですね、はい。皆さんも大人になったなって感じるエピソードとか、あとお酒の話とかね、お酒の話ね、ありましたらぜひコメントください、よろしくお願いいたします、うん、はい、以上俺たちは大きくなったでした。お前顔濃いな。は？いやもう濃いだろや。は？あいつも顔濃いな。本当だ、あいつも顔濃い。集まれワッター進化。はい、じゃあもう最後のコーナーに、はい、行っていいですか。行きたいと思いますよ。お願いします。最後のコーナーはこれでお前も好きになる。はい、このコーナーはですね、コンビの片方がもう片方に対して自分が好きなものを熱くプレゼンし無理やり好きになってもらうコーナーです。はい、まあ、先週は、うん、まあ僕が不倫について不倫が好きってわけじゃなくて、そうだね、僕が好きな方々が不倫常習犯っていう話をして、してるという。今週はじゃあどの不倫エピソード？違う不倫じゃねえ。じゃねえ。今週はですね。なんすか？ドラえもん。ドラえもんについてちょっといいですか？なんかあれだね。うん。ドメジャーだけど違和感がすごいですね。そんななんかドメジャーなものって今まで紹介してこなかったから。そうだよね。逆に。うん、はいはいはい、ですね、まあまあドラえもん、うん、ドラえもん結構面白いんですよ今回は、はい、秘密道具に特化して、うん、あ、気になるね、確かに発表したいなと思うんですけど、意外と知らない秘密道具ってたくさんあるでしょ。結構ありますよ。気になる、うん、もうパッと浮かぶのが、はいはい、あのヘリコプターとタケコプターね。もう間違ってるから早いな。タケコプター？タケコプターね。とあとどこでもドアとか。あーとかね。あとガリバートンネル。はい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 。スモールライト。はい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 。翻訳こんにゃく。お、結構出るな。アンキパン。もういいよや。俺の仕事なくなるよ。そうそう。こっちらよ。でも俺が言ったのは土定番でしょ？そうだね。ね、ちょっとまずはじゃあ人気ランキング10位を全部発表したいなと思います。そんなのもあるの？人気ランキングもあるみたいです。第10位。はい。お医者さんカバン。お医者さんカバン、うん、聴診器を当てるだけで、うん、どんな病気にかかっているのか瞬時に判断することができ治療もできるカバン。あ、すげえ。これさえあれば病院いらずですね。いらないな。だから失業者が増えますよね、医療関係の。この道具が普及すればなんで夢見させん。続きまして、スモールライトが9位ですね。あ、スモールライト9位か。9位ですよ、はい。どんなものでも小さくしてしまうという食費の節約にね使いますね。食費の節約に使いますか？ちっちゃくなって、うん、ああ逆にね、普通のサイズをねこう食えばね。なるほどね、うん、あとね、あの女性の下着の中とかにも入り込めますから、ね、いいね。スモールライトいいね。パンツのこの直接こうなんていうんですか、ね、ジャングル地帯にこう入り込む。ジャングル地帯。おいはいはい、おいお前やめろよ。やめたほうがいいですかね、そっちの話しましょうか。まあ、ジャングル地帯っていうのはジャングル地帯って呼ぶな。いいよ説明しなくて。ちゃんと陰謀ですよ。言うんだ。パンツちゃんと陰謀って言うんだ。キャーって言ってますけど。いやキャーですね。じゃあ AV 業界の失業者が増えますね。いや残念なことこの上ないですね。8位の道具がちょっと怖いんですよ。何ですか？独裁スイッチ。独裁スイッチ。自分の嫌いな人をこの世から消し去ることができる恐ろしいスイッチですね。あ、めっちゃ欲しい。そう。めっちゃ欲しいって言うね。うわ、消したい人いっぱいいる。俺も消したい人いっぱいいるけど。欲しいな。うん、はいはい、でもまあ意外と世の人のためになる装置らしいですけどね、うん、はいはい、7位がアンキパンです。みんなとか言ってた。あ、アンキパン、うん、アンキパンは本当にあってほしいな。ねえ、欲しいね。テスト前。あ、テスト前か。テスト前じゃない。あの俺をネタ。そうだね、本番前に欲しいですね。本番前みんなとうんこするさ。
ダメだよこれうんこで出したらダメなんですよ。俺のルーティンワークなんですけど本番前必ずうんこする。うんこしたらこれダメなんですよ。直前の10分15分前にうんこするっていうのがまあ僕のルーティンルーティンって呼ぶな、うんこのこと。続いて第6位、はい、第6位、予定メモ帳。予定メモ帳、うん、書いたことが実際に起きるメモです。あ、すげえ。すごいですよね。え、じゃああの子とエッチしたいとかってもう、ああ、全然大丈夫。うわー、欲しいな。大好きな芸能人と結婚もできます。うわ、すごいです。え、じゃああの子とエッチしたいとか。もうそれ聞いたよ何回言うばい。すいません、ほんとに幼な心には思わないから、そういうことは。そっか。第5位、はい、4次元ポケット。5位が4次元ポケットみたいですね。違うだろ。収入、収納可能な。え、違う、4次元ポケットはこれ反則じゃない。反則かな。何でも出せる。いや、よくないだろ。よくない、よくない、よくないです。これはちょっと、これはダメです。はい、じゃあ省いて、はい、次どうぞ。続いて、はい、翻訳こんにゃく。あ、翻訳こんにゃく、こんにゃくって4位か。4位らしいですね。これ食べるとどんな生き物の言葉も理解できる。どんな生き物でもいいの。そう、喋ることもできるようになると。あ、じゃあ4位だね。ね、だから、ね、トイックも英検もすごい取れるってことですよね、うん、あ、だからいいね。ペットとかと会話できたらいいですよ ね楽しいよね、うん、第3位、タイムマシン。あ、タイムマシン、やっぱね、そうですよね。ちょっと現実味が、うん、急にグッときましたねタイムマシン。第2位、どこでもドア。はい、第1位、もしもボックスってことになってるんですけども。もしもボックス、もしも、うん、この世界中の、はい、人が全員堀北真希だったらしたら堀北真希になるんですよ。気持ち悪くない？一人だから成立するんじゃないの？それそういう系、うん、で、こっからはですね、はい、ドラえもんの恐ろしい秘密道具を、恐ろしい秘密道具発表していっていいですか。ある意味全部恐ろしいではありますけど、はい、中でも恐ろしいものを発表していきたいと思います、うん、はい、どうぞ。人間切断機。これもその名の通りですよね。なんでね、なんでなんで、人間を下半身と上半身に切断させ、うん、それぞれが別の意思を持つようになるという。うん、わ、怖怖いね。なんだば、もうちょい、あれや、ネーミングセンス。やめとけ。怖いね。なんだば、なん次、はい。悪魔のパスポート。は、どんな悪いことをしてもパスポートを提示すれば許してもらえる。はいやいや、わからんよ。これやばいよね。やばいだろ。これは怖い。やろうかな。お前欲しいだろ。作って自分で。何気欲しい。自分で作ってはできないから。続いて、バイバイン。バイバイン。うん。5分前に、うん、物が倍になるという。5分前に。5分前、5分おきに。あ、5分おきに。5分おきに物が倍になるんですよ。あ、だから、例えば、うん、どら焼きにこのバイバインを一滴垂らしますと、はい、5分後には2個。はい。10分後には4個。ああ、永遠にってこと。そうそうそうなので恐ろしいな。ドラえもんでは、うん、あの1日で地球が栗まんじゅうに押しつぶされたっていう回がありましたね。面白いですね。栗まんじゅうを増やしすぎて面白いですねそれなるほどね。捨て犬団子。捨て犬団子、飼い主が飼い犬を捨てるために食べさせる団子と。え、これ食べたら、うん、二度とこの飼い犬を飼うことはなくなるという。へえ、どういうことらしいですね。へえ、そんなのもあるんだ。愛護団体が黙ってないですよね。黙ってないよお前やめとけやめとけ。ゴルゴンの首。ゴルゴンの首、うん、なんすか。この箱の蓋を開けると不気味な、声とともに、はい、光線を発し、その光を浴びた生物は、うん、石のように固まってしまうという。なんね、なんかこんなポップな BGM に乗せて何を怖いね。やめてくれる徳地さん、はい、いや知らないだろ誰もいいんだよ、いちいち言わなくて、はい、自動ぶん殴りガス。何すか。誰かをぶん殴りたいときに直接触らずして同じ痛みを与える道具です。もう分からんやつさもうこのガスを、何か物に吹きつけておき、うん、人の名前を言うとその相手がそのもののところまで一人でに歩いていき、ああ相手がそのものめがけて吹っ飛んで激突し激烈な痛みを与えます。何なんですか本当に。藤子 F 不二雄は行かれてますね。これ面白いですよ。次面白いな、はい、地球破壊爆弾。なんでもういいさ別に。いいさもう説明いらずですよね。はい、もういいよ、はい、ネズミに発狂したドラえもんがおもむろに取り出すシーンがあるそうです。おもむろに取り出すな。やめれ。地球破壊爆弾を。やめて。やばいね。最後いいですか。最後どうぞ。
ヘソリンスタンド、ヘソリンガスというものがあるらしいんですけど、はい、それを注入すると痛みを全く感じなくなるという麻薬のような道具なんですが、麻薬のようですな、30分後に効果が切れて、うん、その間に、うん、受けていた痛みが一気にまた襲いかかってくるため、再びガス注入しちゃうという中毒性の一時的な、もうそ本当に大麻やし本当に麻薬やし、それこそもうなかなかイカれてますね。結構ドラえもんカオスでしょ、イカれて。でも面白いよね、はい、そのどこでもドアに開けたらね、のび太くんが、うん、静香ちゃんがお風呂入ってる濡れ場もねありますから、ありますから ね、まあお楽しみに誰が楽しむ。いやでもドラえもん意外とありますね、知らないことね、面白いですね。面白いよね、なんかキャラクターに特化してまた調べるっていうの面白そうですね。あ、面白そう。ちょっとね、出来すぎについて僕ちょっと調べたいな、うん、出来すぎ、はい、出来すぎは面白みないでしょう。何でもできるんだからあの子、本当に。でもあれだよな、顔立ちもシュッとしてるよね。かっこいいし、デザインもハンサムだし、ハンサム、あいいですね。でも喧嘩もジャイアンより強いのかな。あー、だったらでも面白いね。ね、はいはい、かもしれないけど、あ、まあ以上ですけど。なるほど、うん、ありがとうございます、ね、ちょっとね、ドラえもん調べるだけで1日潰せそうですそうだよね、面白そうです。面白いね。だったらちょっと検索したいと思います。はいはいはい、はい、わかりました、うん、じゃあ来週は僕がまた何か、そうだね、ね、キテルト大百科かなんか似たようなもんだろ。だいたい一緒だろ、あれ。だいたい一緒じゃない全然違う、全然、まあ、キテルト大百科の、うん、あの豚ゴリラっていうキャラクターわかります？豚ゴリラ、あいつゴリラって言われてキレてました。面白かったね、あれは。ちょっとや、上がってるから豚ゴリラよりはいいから、ね、あ、パーマンいいですね。パーマンとかね、パーマンも面白そうですね。4号が猿でした。5号、あー、なんかどの辺かが猿ですよ、ね、猿ですよね。面白いよね、わけわからん、ほんとに。おい、あ、気に文句言うな。オレオレ行進曲、コロッケの作り方、あれの歌俺結構好きなんですよ。歌詞うんぬんじゃなくて、あのリズムがデジ好きですね。へぇ、はい、来週じゃあ流そうかな、音楽。あ、ね、ぜひ流してください。お願いします。はい、ではじゃあ来週も楽しみにしててください、はい、以上、これでお前も好きになるでした。はい、エンディングですけれども、エンディング、スーパーシュプリームさん、はい、夏休み頃にの六本木ヒルズに実物大のドラえもんがたくさん展示されるから行ってみて、マジで上がるよ、楽しそうですね。わー、実物大か、意外とでかいのかな。123.8 だったかな、はい、そうですね、うん、そうですね、 138.9 まあ一応なんかそれぐらいだよね、うん、ギマさん頼むよって何がかな。あ、もう、はい、下ネタ言い過ぎたんじゃない。何のマイケル、うん、帽子がゼットンですね。何のマイケル、ゼットンです。聞いてくれてるんだ、ありがとう。ウルトラマンのね、怪獣です、おなじみ。何のマイケル読んでみたら面白いかもね。何のマイケルでもこのラジオにね、これ今見てるかわからないけど、うん、コミュ障、なかなかの。あいつやばいですよ。FEC 新人 の、うん、あのマイケル・ジャクソンのモノマネをしてくれる、あのそうパフォーマーの何のマイケルっていう新人がいるんですよ。面白い。うちらの2つ下かな。2つ下。あいつ面白いね。2つ下か。うん、面白いですよ。ああ、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 なんかいつも。そうそうそう。ね、家まで送る。どっちどっちどっちみたいな、緊張しいなのかな。ねえ、でもね、あのマイケルのモノマネさせたら本当に一流です。ダンスさせたらすごい、めちゃくちゃかっこいい、ね、いや本当にあいつすごいよ。いつかちょっとこのラジオにもね呼びたいね、呼びたいですね。でもなかなかのコミュ障なので喋らなくなるかもしれない一切今までと何ら変わらないなんかいるだけみたいな、ね、そう、それはそれで当たってますねじゃない期待、マイケル期待かな。文字の変換もおかしいだろ、ね、マスだけカタカナだ、はい、まあね、1週間はいよ、また始まりますけれども、うん、今週金曜日ね、ね、だからね、先ほどオープニングでも話しましたけど、今週の金曜日は那覇メインプレイスで FEC のエンターテインメントライブがありますので、いよいよ僕らもね、あのアーティストとしてそうなんですよ。でも我芸人っていうか今回はアーティストとしてなんですよ、ミュージシャンとして出演することがもう決まっちゃってるので、うん、お願いします。はい、ぜひぜひ来てください、うん、ぽさ出さんでいいからミュージシャンぽさ、まあ、全然、はい声ちっちゃいな、どんな人でもね楽しめる内容に、声がちっちゃいわお前聞こえない聞こえない、うん、全然聞こえない、隣にいるのに、はい、よろしくお願いします、はい、1000人うん、集めたい、1000人を集めたいね。うん、
でも世の中1000人もいない。いる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 わけがないので70億いますからはい、いやもうぜひとも、うん、でも本当に時間がある方、那覇メインプレイス、はい、5時半から、ね、でハイアップローは7時から、うん、また大金のぞみ500以上先生も出ますもんね、もう総出で FEC 総出なんで、そうですよ、はい、もう本当にもうだって翌日はねお笑い米軍口もありますから、もう3日連続で、うん、もうやばいですよ、そうですよ、3日連続でもうすごいね、もうプログラムを繰り広げて、はい、ありますいきますので、我々 FEC は、うん、ぜひとも遊びに来てくださいね、はい、とりあえず金曜日夜の7時、うん、まあ5時半夜の7時いずれね、お待ちしてますんで、はい、メインプレース1階です、ぜひよろしくお願いいたします、下着売り場とか説明の仕方があれですけど、ちょっと多分あるとこある階ですそうですね、よろしくお願いしますね、うん、はい、はい、また1週間月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、まあ、月曜日がもう終わります。はい。でもう火曜日です。平日です、明日も。明日も平日ですけどね。勝利はテストです。テストありますけど。はい。勝利は、勝利がテスト頑張るので、皆さんも仕事頑張ってください。お願いします。はい。ありがとう。まあ、僕も、今、土曜日に、うん、勝ったばっかりのゲームがあるんで。ゲームかい、はい、ゲームすんなよ。頑張って。人がテスト頑張って。頑張って、もうちょっと。進めるんで、はい、また来週ということで、さようなら、金曜日お会いしましょうね、バイバイ、はい、どうもありがとうございました、ありがとう ね下着買いながらフリーライブもらいいのかなって思うんで、なしだろ、ぜひとも遊びに来てくださいはい、はい、中田猫さんありがとうございました、あーみんなもありがとう、テスト頑張ってねって、はい、嬉しい、ユミさんもありがとうございます、ギマさんもありがとうございました、ありがとう、スーパーシュプリームさんもありがとうございます、ありがとう、はい、ミクさん、ありがとうございます。ペーターさんもありがとうございます。マイケルもありがとう。マイケルありがとう。はい、タマちゃんも、タマさんもありがとうございます、ね。ありがとうございます、はい、本当に。ヤマメ。ヤマメもう言うやん。ヤマメヤマメありがとう。ありがとうございます。シンゴジラさん、ありがとうございます。シンゴジラさん見てくれてるのかな、ねえ、どうなんだろう、はい。ありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。はい、おやすみなさい。ヤマよ。ヤママ聞いてたの、ね、ちゃんと。